どうも、はちっこ TV チャンネルのゆうきです。さあ、本日はですね、またまた出ましたね、ペヤング新作企画、辛口チゲ。ペヤングさんまた出しましたね。そしてね、まあ、うちといえばもうこちらですね、もうこのセットですね、もはやデスソースでございます。徐々にね、いい感じでもなくなってきてるんで、そろそろね、ケリをつけたいんですよ。早速、こちら準備していきましょう。あーぷん、はい、こんな感じ。あ、なんかね、色が若干辛そうなおソース。火薬、あ、なんか鍋風な火薬ですね。ニラとかが入った感じの火薬。そして、あー、ふりかけが辛そう。こちらですね、早速お湯を入れて準備していきたいと思います。完成しました。めちゃくちゃね、めちゃくちゃ辛い匂いがもうプンプンしてます。この唐辛子がもうすでに煽ってきてますね。いや、すでに凄まじく辛い匂いがしております。やばい。いや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 、デスソースとか言ってらんねえレベルなんじゃないのこれ。では早速一口いただきます。うわっ、あ、辛い。あ、いきなり辛いな。あの、確かにチゲだ、美味しい。でもね、結構辛口ですよこれ。うわー、汗がぶわっと出るわ。でもすごい本格的なチゲを再現してるなっていう感じのチゲ感。まあ、確かにこの時期だったらありがたい感じはしますけど、ピリピリしますね。さあ、絵もね、竹縄ですが、いや、ちょっと今回やばいな。結構辛くなるぞこれ。いきます。結構いったな。こんな感じ。この真ん中のね、日の丸弁当みたいなのがデスソースでございます。普通の唐辛子だから系統は一緒なんだよね、多分。辛さのスパイシー系とかじゃないから。あれ、目が赤くなったわ。やっちゃったの。いってみます。うわっ、うわっ、あ、辛い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 。いやいや、ちょ、痛い痛い痛い。違うな。あ、もうすんごい汗。結構涼しいんですよ、これ撮ってるの。はい、完食です。あー、辛い。やばい。カプサイシン。あー、うわー、辛い。いや、結構元の状態でも結構辛いっていう、攻めてますね。でも確かにめちゃくちゃあったかくなりました。あったかくなりすぎて口が痛い、下ベロが。ぜひね、コンビニ等で売っておりますので、気になった方はぜひ買ってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。